らいですけど、発信したってなってる、はい、ライブってなってます、はい、こんにちは、2020年3月25日、ウェブ朝倉学校の第19回かになります。本日は実は、船橋市議会がありまして、最終日でいろいろ長引きまして、その後実は家に戻って、パソコン上で発信、録画してから、発信しようと思ってたんですが、議会が長引いた影響で、ちょっと実は、今どこにいるかというと渋谷です。渋谷の石渡り子弁護士の事務所に、今日打ち合わせがもともと夜に入っていて、来ておりますということで、パソコン上でお見せする材料を一切持ってきてないので手書きで失礼いたします。でまず皆様にお知らせですが、本日船橋教育委員会は方針発表しまして、船橋市については、入学式は実施、新学期はスタートさせる方向で動いてます。まあそういう縮小したりいろんな配慮を しながらなんですが、今のところその方向で動いてますので、まあ新学期に向けて準備をされてください。今日が、登校日だったと思うんですが、これで今の学年は終わりなので来学年に向けて準備をしていきましょう。それでは本日は、化学反応式というところで、これからちょっと私が半蔵門線で途中で書いてきた手書きの資料ですけど、それをお見せしながら話をしていきたいと思います。でまずまず元素なんですが、まあ、元素は水平リーベ僕の船七曲がりシップスクラークかということで、元素ちょっと暗いですね、ちょっと移動させます。まああんまり暗いまあこういう20ぐらいの元素が中心になってる、中学の理科では中心なんですが、それで最初に言っときますと、今日こういう形でちょっと手書きの状態で発信してますので、いずれまた改めてパソコン上で綺麗に打ったもので発信し直そうと思ってますが、今日ライブで見ていただいている方もいますので、今日はこの形でやらせていただきたいと思っております。さてでこういうさまざまな原子が組み合わさって化合物なんですね。ちょっと見えにくいかな。で化合物になる時の原則なんですが、プラスイオンを持ったものと、それからマイナスイオンを持ったもの、あるいはそれに近い性質を持ったものが、プラスとマイナスで結びつき合って、分子を構成していることが多いんですね。はい。でこれ厳密に言いますと、高校では共有結合とイオン結合という区分けをしなきゃいけないので、ちょっとそこはまた保留いたしますが、まあ、今日のところはこのプラスのイオンをプラス1を帯びたものがこの水素やナトリウム、そしてカリウム、銀、アンモニウムなどのイオンがあります。でプラス2を帯びたものがカルシウムイオン、亜鉛イオン、銅イオン、鉄イオン、バリウムイオンです。で一方マイナス1を帯びたものが水酸化物イオン、塩化物イオン、炭酸水素イオン、そして、酸化物となる、酸素ですね、それから硫化物となる硫黄とか、それからに炭酸ですね、炭酸とか硫酸というのがあります。でそれが、プラスとマイナスがちょうどぴったりと1と1で結びついたやつがこれらの例えば水酸化ナトリウムとか塩化ナトリウムの原子になります。で2と2で結びついた2プラスと2マイナスが結びついたやつが例えば、硫酸鉄とか、硫酸銅とか炭酸カルシウムというものになります。そして1マイナスと2プラスが結びつくと釣り合うためにはマイナスが1マイナスが2つなんなきゃいけないので、例えば水酸化カルシウムこれですけど、OH が2つでカルシウムが1つということで、ここに小さく2がつきます。例えば塩化カルシウムも CaCl2 とつきます。でこの、下に小さな文字が 2とかついてるのは、プラスマイナス1とプラス2が結びつくとバランスのためにこういうふうな分子になるということですね。はい。逆にプラス1とマイナス2が結びつくときには例えば H2CO3 とか H2SO4 みたいに
プラスの1の方が2個とで釣り合っていく形になります。さてそれがまずあの中学で出てくる化合物の主流がこの形のプラス1とマイナス1が結びついてできる化合物です。それとあと中学で出てくるものとしましてはあの二原子分子というのがありまして、気体ですね、水素とか窒素とか酸素とか塩素というのは、2つの、原子がくっついた分子を構成しています。 H2、 水素は H2、 窒素は N2、 酸素は O2、 塩素は Cl2 という形ですね。であと中学で出てくるあの化合物としては二酸化炭素とか CO2 とかアンモニアが有名ということになります。さてで本日は、まあ、これはあの先週の復習的な話になりますけど、本日はあのこの化合物同士がさらに反応をして、別の物質になるという、化学反応式ということを勉強したいと思います。それでは実際化学反応式を3つほど書きながら化学反応式の作り方について解説いたします。じゃあ再び、中学レベルで学ぶその化学反応式で、まあ、有名な代表的なものを3つ取り上げます。水素と酸素が結合して水ができる、これはあの、まあ、水素が例えば爆発して酸素と結合すると水ができたりするんですね。それから2番目に酸化銅、銅の銅がまあ錆びたものですね、と炭素を結びつけると、銅が裸になります。でこの酸素は炭素と結合して二酸化炭素になります。こういう反応があります。でこれ酸化還元反応と言います。銅が酸素が奪われてその代わり炭素が酸化されるという反応です。酸素と結合するという反応です。でもう一つ銀と酸素が結合して酸化銀ができるという反応があります。でこの化学反応式を解く時の、あの書く時のポイントは、まず水素とか酸素の式を知らないと、まあ、あの式を知っていることが前提で、さっき言ったように水素と酸素は、2つの原子がくっついた分子をしてますので H2 となります。それから酸素は O2 ですね。で合わせて水の化学式は H2O です。でまず、まあ、それぞれの素材の分子を正確に書くんですね。でじゃあこれでいいかというと、ちょっとこれ実はこれだとまだ完成してない。というのは、化学反応というのはその原子がお互い組み合わせを変えることでありまして、決してその原子が途中で消えたりはしないんですね。だから こちらの最初に原料としてあるものの組み合わせは変わるけど、この反応が終わった後もそれがなければいけない。そうするとこれ H が2つ、水素原子が2つと酸素原子が2つあるんだけど、水は水素原子2つはいいんだけど酸素原子が1個しかないという、これはおかしいです。でここから数合わせをするんですね。数を合わせます。で数を合わせるというのはどういうことかというと、酸素は必ず O2 ですからこれを O にしちゃダメです。でそうするとこれが O2 あったからにはこれが少なくとも2個なければいけないということです。でそうすると 2H2O と書けます。でここで酸素の数は合いました。で、数合わせが終わったところは下線を引いておくんですね。でそうすると下線が引いてない水素が今度数合わせしないといけない。そうすると水素は、H2 が2ですから合計原子としては4つあります。現状ではまだ2つですので、これを2倍すればいい。でそうすると水素の数も合いまして 2H2 プラス O2 矢印 2H2O、 これが化学式として完成した形になります。じゃあ次に、銅、酸化銅と、炭素を合わせて、こっち鮮明ですね、酸化銅と炭素を合わせて、で炭素というのはこう2原子分子を作る元素というのは
気体系なんですけど、普通の元素は一つの、原子で分子を、構成してます。まあ一原子だけで存在してますから、単にこれ2とか書かないんですね。で、そして、そうすると矢印で銅ができると。そして二酸化炭素、二酸化炭素は二酸化ということですから、 CO2 ですね。はい、こうなりました。じゃあ、どうするかというと、まず一つずつ元素に注目していきますけど、まず炭素は、まあ、大体中学で出てくる化学式は酸素が関わる反応が多いので、酸素に注目すると出発点としてはいいと思います。じゃあこの酸素に注目しましょう。そうこれ CO2 で O2、 O が2つあるのに、こっちの辺に O が1つしかないんですね、 CuO で。そうすると酸素を数合わせするためにここを全体2倍します。そうすると、まあ、この酸素だけは数があったんで、数があったところは下線を引いておくんですね。でその次に、今度銅を考えてみましょう。で銅を考えてみると、銅はこの2個あるんですけど、ここだとまだ1個ですので、これ2個になる。でそうすると銅も数が合いました。で炭素は最初から実は1個と1個で数が合っているので、これで完成ですね。 2CO プラス C 矢印 2CU 裸の銅と二酸化炭素という形になります。じゃあ最後に銀の、銀ですね。銀は Ag と言います、化学反応式で。これアーゲンタムというラテン語系の言葉なんですけど、アーゲンタムってなんか響きどっかで聞いたことないでしょうか。実はアルゼンチンという国がありますけど、アルゼンチンという国は銀の川という意味なんですね。で銀が取れる川という意味でありまして、まあ、アーゲンタムとアルゼンチンは近いので、こういう言葉になってます。と酸素が結合して酸化銀になります。で酸化銀は、実はさっきから言ってるように、あ、これはちょっと無理かな、銀はプラス1で結合しますので、酸素はマイナス2に相当するので、酸化銀というのはもともと分子自身が Ag2O なんですね。でそうするとここでまず酸素の数合わせをします。そうするとこれが2個ありますので、これ今のところ1個ですから2倍にならなきゃいけないということです。でそうするとこれで酸素合いました。で合ったところは、まあ、自分がもう確かめたから下線を引いておくんですね。でその次に今度銀を合わせています。そうするとこれ銀は Ag2 が2ですから、 2×2 で4ありますので、ここが4、これで完成します。でこのように化学反応式、中学レベルの化学反応式の係数は、まあ、まず酸素の数合わせをして、次に、まあ、違う分子の原子の数合わせを していく過程を繰り返していくと解けます。まあ、ちょっと高校レベルに行くと、こんなに簡単に解けないこともあるんですが、まあ、中学レベルでは、この、酸素の数合わせで、その次に別の原子の数合わせをしていくと化学反応式が解けますので、まあ、そういう形で解いてみてください。それでは、まあ、最初に言いましたように、今日ちょっと資料が不足している状態でやってますので、また、機会を見て、きちんとした形で化学反応式の話は、お見せ、収録できればというふうに思っております。そして、上場桜学校は休業中の、皆さんに、まあ、とにかく授業を送ろうということで、この休業中に合わせて3月の2日の休業開始から3月の25日本日のもともと終業式だった予定の日までやりました。で一応、ここで完結なんですが、春休みに入ります。で春休みも、まだ世の中全体としてはなかなか外に出られない、出にくい状況が続きます。で、中学生の皆さんの勉強もなかなかしにくい状況ですので、やはり、明日からも8時9時の情報発信で、これまでは数学は数学、理科は理科で1日ごとやってたんですけど、数学と理科は10分ずつ、まあ、ワンポイント解説という形でやる形にいたしますので、また明日以降もぜひ、ご覧ください。春休み、まあ、有意義に過ごしましょう。はい、それではどうもご清聴ありがとうございました。